はい、えー、現在6月10日の深夜3時です。えー、昨日一応ね、18時半にこのスクリーンショットを撮ったんですけども、18時半、もしかしたらこっからトリプルトップに向かうんではないかなと思っているんですよ。で、深夜3時、えー、現在の値、ね、動きですけども、まあ本当にね、トリプルトップに向かっていきましたね。これ。包み足を出して、しかも、久々に長い陽線が出ました。 これは多くの人がたまたまここに資金をつぎ込んだというよりも資金をたくさん持ってる人がドカンドカンとね勝負に来たんでしょうねきっと。うんでこのまんまこの資金を例えばここで投げた人がね決済しちゃうとトリプルトップはやっぱりこちらの人も決済しちゃうんで下に行っちゃうんですけども。 このトリプルトップを描くあたりでね、えー、次の資金が入れば上に抜けることになりますね。でそうすると新規の回っていうのが、この赤いラインの上の方でどんどん入りますんで、3点点上抜けて上昇ってことになると思います。もちろん私もそのタイミングで入ろうかと思いますね。なんせ、ダブルトップの時に入り損ねたんでね、抜けなかったんで。トリプルトップの時はちょっと期待してますよ。うん。まだ時間が時間なんで、 そうですね。朝、6時、7時、うん、あのあたり、8時、9時ぐらいに決めようかと思います。じゃあ、深夜でしたけれどもね。以上です。